はいどうも、なおちんです。さあ今日は妖怪ウォッチ3すき焼きをやっていきます。よろしくお願いします。バスターズでまだクリアしてないところがあったんですよ。それがラスト武士王、あいつめちゃくちゃ強かった気はするんだけども、まあとりあえず挑んでみようか。久しぶりだからいけるかわかんないけどね。まあとりあえず行ってみましょう。 Go バスターズ。ボス来ました。ザコはまあ全然余裕で来れる。ザコは全然、ボスが強いよね。なんか倒し方があったような。あこれただただ突っ込んでいくだけじゃ無理だわ。おお強えな。ちょっと待って、これマジで強い。ああもうちょっと待って待って待って、見え見え、これマジで強えぞ。あやばい、ちょっと待って、これえやべえやべえやべえ、あちょっと待って、やばい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 、あ終わった、めちゃくちゃ強え。これちょっとね、あのリハビリしないと無理だわ。ちょリハビリしてある程度倒せるようになっていかないと、あの武士王は残りねあと10回ぐらいしか戦えないんで、もう負けるわけにはいかないのよね。 OK、 ほんと練習していかないとダメだ。当たってるやん。わあこれ難しくね、当てるのこんなもんだったっけ。まあ、とりあえず神の刃が結構重要っていうのは覚えてる。で、あのこのバックステップして攻撃するやつで、それが緊急回避だよね。ああいやいや、これぐらいだったら全然勝てるんだけど、いやーラスト武士を強かったな。まあもうちょっと練習します。おお、レベルアップ出た。このレベルアップがねものすごく欲しいのよ。レベル99の妖怪があんまりいないので、これを集めていきたい。で、あ、お守りはいらないな。まあまあいいんじゃないですか。はい、ということで今日は久しぶりにバスターズやってみましたね。難しかった。これあの普通の回避ってないんだね。回避があればまあ避けれるかなと思ってたんだけど、回避ないんだ。ちょっとこれは練習が必要です。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。